はい、どうも皆さん、はじめまして、または、こんにちは、こんばんは、おはようございます、かななごと。かなめのです。さて、今回は、今度こそね、終わろうかね、最終回を目指してやっていきたいと思います。と言ってもね、まあ、2週目があるらしいので、うん、まあ、1週目の最終回ということでね。うん、まあまあ、まあでも、その前に、謝っとかなきゃいけないよね。以前は、録画ミスをしてしまいましてですね、途中で終わってしまいました。はいはい。まあ動画見ていただければわかるかと思いますが。まあ前回のね。で、まあ、日記をね、読んだところで終わったんですよ。というわけで今回は日記を読んでから進めたいと思います。というわけでよろしくね。よろしくお願いしまーす。うわ、でっか。バカめ。バカめ。すみません、イヤホンの音がでかかった。今度は A を押して。バーク。うるせえんだよ。これも飛ばせよ。飛ばされへん。え、マジで？マジで。これハドソンでしたよ、ハドソン。そりゃそうやろうな。前も何回もフットソンって連発してたからな。恥ずかしいわ。いや、懐かしいっていうほどの昔じゃない。懐かしいじゃない、恥ずかしい。あ、恥ずかしい、はいはい。なんで懐かしい嫌なんかね。え、知らんわ。さあ、じゃあやっていきたいと思います。うわあ。さて、じゃあまずは日記を開かなきゃダメなんだな。そうだね。これじゃねえな。間違えてやがんの。すなやねお前、今日はやけに突っかかってくるやねんか。やるか。疲れてんね。7やったな。うん、どうぞ。4月10日、インターネットの掲示板やチャットが荒れているっていう話は聞いたことがあったけど、実際に目の当たりにするとかなりショックだ。ましてや身近な人がその標的になっているならなおさらだ。なんであんなにひどいことを書き込めるんだろう。入院生活の長い玲子ちゃんにとって病院も病気も日常だ。だからそんな話題が多くなるなら、かんだ。多くなるのは当然のことなのに。それをうるさがったり面白半分にちゃちゃを入れたり。彼らは玲子ちゃんの送ってきた生活も家庭の疎遠も知らない。知らなければ何を言ってもいいの？そんなの悲しすぎる。ああ、なるほど。つまり嵐というかいじめられたってこと？うん。うわあ、言ってくれたら私が反撃したったのに。ってそんな。そう、話始めんかな。もうないやろ。ないんかな。撮ったから。あれ、これ前来たとこやな。ああ。え、ま、え、日記あったとこどこやっけ？ 3 階か？もう全部見たっけ？うん。なんか日記見て、パーって済ました気がすんねんけど、録画。ミスがあって、それで。うん。チャンネル終わるかってなって。何をどこまでしたか忘れちゃった。せやね、私も忘れちゃった。一旦見に行って、で、何もなかったら行こうか。うん。お待ちかねのな、レイコちゃん。ぐい！びっくりしたー。なんやねん。あの子？ああ、病弱黒猫。病弱って、でも確かに病院生活の話が多いかも。なんか、どうコメント貸していいのか困るんだよね。確かに、楽しくチャットしたいだけなんだけど、きっと病院じゃ話せる人あまりないんだよ。闘病生活で大変なのかもしれないけど、こっちのテンションも下がっちゃうしね。付き合っていると疲れるというか、思うんだけど、病弱ってネタじゃね？私、うん、そうそう、私も思った。いるよね、同情してほしいのか。知らないけどさ。鬱なコメントばっか書く人。ネタってどうしてそんなひどいこと言ってんの？何ムキになってるの？知りもしないのにネタとか気をつけるのは良くないんじゃない？知ったふうな口聞くね。ひょっとしてリンイコール黒猫？ちょ、今マジで聞いた。ああ、通りで違います。なんでそうなるの？そうだったの？
人を傷つけるようなこと書いて楽しいんですか？何それ、つまんない正義感ってやつ。別にチャットなんだから楽しく盛り上がればいいじゃん。そんな無責任な。なんか相手来ちゃったので退散。ハマチさんが退出しました。じゃあ俺も男やったんか。エールさんが退出しました。ああもうお開きね、空気読めないんだから。ガラナさんが退出しました。黒猫さんが入室しました。ありがとう、リン。黒猫さんが退出しました。終わり。なるほどね。これは私が参加してたチャットサイトだ。どうしてこれが。黒猫さんって、おっと、ここで気づくのか。消えてる消えてる。もう迷ったらどないしよう。あるよな、前後ろ振り向いて折れへんかったら前見てろ、折ったって。何やねんお前って感じ。上等やな。もうええよな。ああ、そう、これだけかな。なんか開けられるもん。ないやろ。ないかな。てか、これで戻ればいいんか。あるやん、めえな。多分もうないやろ、これ。なんもないじゃん。あったらジュースおごりな。聞こえる。何が？何が？何が？やめてや、そういうの。この間とかになんかないかな。もうええと思うけどな。例えば、何？一番最初の時に見つけた。ああ。まあ、あれ全部ほんま見つけてへんからな。うん。探そうともしてへんからな。してへんな。もう、いっか。さっきから聞こえる声、この子の吐息？じゃね。うん。どうしよう、セーブしてから行く？おう。一応な、一応な声。何しゃがんどんねん。はい。おい、日比野さん。あー、びくった、日比野さん。マジびくった。はい、追いかけろ。追いかけたら、でも、まあ、いっか。日比野さん。うわ、追いついても追いついても逃げられる。あれ？階段じゃね？はい。あ、セーブしに行こうと思った方や。あ、ムービー始まっちゃう系？始まっちゃう系。じゃなかった。どこや？ここか。ちょっと待ってな。セーブしてから行くわ。さて、ほんでどこおった？ここ？当たった。ん？あ、チャットしとる。レイコちゃん、今日はここにいたの？ここにタイムストリップ。少し顔色もいいみたいね。タイムストリップっていうか。さ、そろそろ検査の時間よ。一階で先生が待ってるわ。レイコちゃんも先生も可愛いな。先生っていうか看護師さん。していけよ。いいじゃないか、子供なんだし。可愛い子なら何でも許すよ。こいつ。へへへ。私は治療費ばかりかかって手伝いも何もできないし、きっといなくなった方がお母さんも嬉しいんじゃ。みんなもきっとそう思っている。そんなことないよ。そうだよ。ひどいことが聞こえる人もいるけど、そんな人ばかりじゃないって。言葉ではどうとでも言えるじゃない。ネットで友達ができた時はすごく嬉しかったけど、今はもう辛いだけ。とか言いつつやってるじゃん。よくやりは無視して。私黒猫さんに会いに行くよ。ちょっとで話しててもしょうがないし、会って話そう。本当？うん、病院まで会いに行く。本当に来てくれる？うん、
絶対行く。ゆっくり話そうよ。横やりがうるせえから、詳しい話を駆けつけのルームに移動してからね。ありがとう。待ってる。俺すっげえ通りすがりが空気やな。空気やな。まあまあまあ、邪魔やからな、通りすがり。やっぱり、あの時会う約束をした黒猫さんがここに入院してた、朝霧玲子。これな、読む速さ考慮してな。出るの遅いね。そして私は、やっぱりんちゃんってわけな。すっごい運命のな、なんか、まあ、辛いな。ああ約束をしていたのに、事故にあって。どっかん。これ最初見たやつやな。うん。ああ、そういうことか。ギリギリ間に合うパターン。間に合わんパターンやろ。これはきついなぁ。見たんか。嘘、夢だと思っていたのは入院の時の記憶。黒猫さん、あれは黒猫さん？クエイ。おお。目覚めた時にパッて飛び降りられた。トラウマもんやな。なあ、めっちゃ辛いやん。おお。おお。心のどこかでまだ待っている。まだ喋る？あの子を今救えるのは。待ってる？黒猫さんが今でも？下におったな。ああ。さあ、ほな、行こうか。ああ、セーブしていこうか。うん。何事もセーブが大事。おっとっとっと。暗い、暗なったな。あれ、電池切れた、また。あれ、じゃあセーブできないけ？あ、できた。セーブはできるやろ。ああ、でも、なんかものすっげえ、辛いな。さあ、行こう。うおー、おっとー。メモ持ってへん？持ってるよー、たぶん。あれや、どっちの携帯や、日比野さんか。え？院長じゃない？ああ、院長か。ああ、いつか、嫌やわ。997。997。447。447619。前めっちゃやったもんな。ああ、できひんってなったな。ごめんね。そしたらな、まさかのただの間違い、携帯につけなあかんみたいな。ああ、そっちか。いけてるよな。よし、ワープ。もし下でセーブできたら下でセーブすんねんけどな。おっと。お、院長。暗くてよく見えない。もういらんってことじゃん。無理やな。無理やねんな。なら会いに行こう。さあ、素直に最終回というか、エンディングなってくれるかな？あなたが、黒猫さんだったのね。聞いてくれる？私、よう見た、かわいいよな、この子。はいはいはい。最初微妙かも思ったけど。あの日、微妙。向かっていたのよ。本当に。でも途中で交通事故に遭って、そしてここに運び込まれて。
偶然だけど隣のベッドにいたんだよ。もし私が目を覚ますのがもう少し早ければ。すっげーなんか運命と運命と運命と運命。そうじゃないと隣やったし。これは言い訳だよね。約束守れなかったのは事実だからごめんなさい。ごめんなさいって今さらだよね。もう取り返しつかないよね。もう私がここの住人になるのも時間の問題だと思うの。え、それってまさか黒猫さんと一緒にいるよ、私。一緒に死のうぜ。いや、あかんやろ。なら、もう寂しくないよね。辛かったことも。いや、でもここでさ、ごめん、返してって言ったらさ、それも、それはそれで殺されるような気がするんやけど。やっぱ綺麗やな。なんか、うん。おっと、どこ行くんだ？え、無視？無視された？え、ついてこいって意味じゃないの？ついてこいって意味？基本喋れへんやん。おいおい待てよ、ちょっと待ってな、もうエンディングやと思ってたわ。おいおいおい、走れ走れ。これはもうこうついてった方がええんかな。レンちゃん、あ、なんかあれどこ行った？噂メーターが上、こっちか。うわやべ、どんどん赤くなっていってるぞ、やばいぞ。どっちや？多分あれやんな、病棟やんな。病室自分の。おう。ふう。上やな。上上。やべえ。間に合うと思うけどな、この速さでいったら。多分。まあいけるやろ。多分いけるやろ。ん？え、どこ行った？これ？お、おう、出た。オッケーじゃね、ほんなら。戦いにならなければ。はい？止めるんだ！これこそギリギリ間に合うパターン？多分。いや、どうやろ。ボタンアクションあるかもしれんから、ちょっと待っとこう。止めようや、日比野さん。助かるんじゃね、これ。おう！え？え、まさかのパターン？あれ？まさかの？あれ？え、これ死んだらゲームを、落ちたらゲームを、スカイダイビングみたいに助けに行く的な。ぐしゃって言ってよ、ぐしゃって。あ、ぐしゃって言った。その音じゃなかった。そんな助けるような音じゃなかった。え？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 どういうこと？助けられへんかったってこと？許してもらわれへんかったってことだね。つまり。あー、なるほど。バッドエンドだね。なんか、せなあかんかったんかな。それとも2周目から？知らね。そんなパターン。私今度こそ間に合うパターンや思った。まさかな、掴める思ったら、ヒューって落ちるもんかった。まあ、普通幽霊って透けてるよね。透けてるけどさ、ここはもう助けられるべきやろ、やのに。いやいやいや。あれーってなって。もう落ちてる途中で、あれーって感じてるやろ、南部君。うん。最後のポキっていう音が。
あの音はどっちやろうな。何が？成人の時のあの子の音なんか。ああ。実はあの子はもう戻ってました的な。そんな感じにも見えへんかったか。うん。なんかあれやな。難しい名前というか。ん？高橋。なんて言うんやろうな。さあ。武田洋翔。お声優。知ってる人が全然おらん。上田やって聞いたことあるな。まあ声優自体そんな知らんねんけど。約束の呼び声。あ、そういえば次のゲーム何するんですか？次のゲーム？だから2週目。やだー !2 週目やだよやだよ。当たり前や、2週目していくし。ニッカーボッカーリエコって、あ、ニッカーボッカーか。ハドソン東京、クリスチャンレセクリタ、セクリタ、なんか男の人が多いな。まあ。なんか読めんの一つでもある？ああ、もう終わったわ。終わったんかい。欧州事業責任者。協力。ETC エンターテインメントなら知ってる気がする。聞いたことがある気がする。スペシャルサンクス。ナゴさんの気がするっていうのは大体間違ってるから。何やねん、それ。マジで。いや、マジで。どういう意味や。いや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 。大体、あ、勘違いやったので終わるから。気がするもん、気がするね。いやー、しねえだろ。プレゼンテッドバイハドソン。いやー、なんか変な色。はい、なんか音鳴り出したぞ。え、デロ的な？おっと、やっぱり許さない言われちゃったやん。許さない言われちゃったな。やっぱり許されなかったよ。お、お、おばあちゃんはやっぱり戻ってきたか。そらそうよ。関係ないからな、みたいな。関係ないっていうか、優しくしてくれた人の奥さんじゃないか。うん。あ、ばあちゃん、わかる？俺、たけしだよ。たけしおった、お前やったんか。よかった、なんか。たけし。メガネの子いじめてるような子じゃなくて。ええやつやったわ。ばあちゃんが、ばあちゃんの意識が戻ったよ。まあまあ、ここでだけでもちょっと、な、ほんわかしよう。おお、おお、しょうがないやつだか。ああ。素敵やなぁ。こう、いつまで経っても、この、な。な。素敵や。お、隠された賞を受信しました。
要するに岸辺さん。そういうわけではないか。岸辺さん。岸辺さんのターン。あるわけないか。さあ、じわじゃないな。じゃあ、一旦切りましてね。はいはい。次は、隠されたターンの方行きたいと思います。さて、では一旦終わりたいと思います。はいはい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見ていただけると嬉しい限りです。では、さよなら。さよなら。